マジでやんのか？やるんだよ。そういう決まりだ。鮭。ああ、めんどくせえ。じゃあ行くよ。呪術もしもライン特別企画。キャラのお便りに。仕方ねえから答えてやるよスペシャル。鮭。ってことで始まりました。いくら。モッキー、冒頭からやる気なさすぎだろ。だってめんどくせえし。おかか。そうだよマキさん、今日は特別企画なんだから。ちってことで簡単に自己紹介からな。パンダだ、よろしく頼む。ツナ。マキだ。乙骨ユタです。みんなよろしくね。マジで何の茶番なんだこれは。貴重な休日を奪ったんだ。それ相応の理由があるんだろうな。そりゃもちろん。今回は皆さんからいただいたお便りに僕たちがお返事をするっていう特別企画をやります。俺たちへのたくさんの質問ありがとうな。いくら。ああ、選ぶのも大変だったよ。ってことで時間もないし、お便りもたくさん来てるので、じゃんじゃん行くぞ。お、明太子。はいはい、わかったよ。じゃあ早速、最初は A 様からの質問だな。いつもありがとうございます。一番リラックスしているときは何をしているとき？筋トレ。ツナマヨ。カルパス。みんなと話しているとき。おい、順番に見ていくぞ。マキさん、筋トレしてるときにリラックスできるの？一種の精神統一みたいなもんだな。トゲはいたずらか。シャケ。お前がリラックスしてる分、こっちはイライラがたまるんだが。お前ら、もっとまともなリラックス法はないのか？いや、お前に言われたくねえよ。なんだよリラックス法、カルパスって。カルパスを食べることって意味だよね。ま、そういうことだ。ユータに関しては俺たち大好きかよ。もちろん、僕はもうみんなと離れたくない。筋子。じゃ、次の質問行くぞ。あ、マキが読んでくれるのか。さっさと終わらせて帰りてんだよ。次は T 様からの質問だ。ありがとうございます。最近ハマってることは？サトルの白髪探し。モキの枝毛探し。明太子。え？これ大喜利？僕は部屋の片付けかな。まずモキだな。サトルの白髪探しって。そもそも五条先生、白髪じゃない？あの地毛の白髪の中に混ざってる白髪を探すのが楽しいんだよな。サトルは断固白髪じゃないって言い張ってるけど。ちなみに見つけたらどうするんだ？ぶち抜く。1本500円で三輪に売ってる。よーし、聞かなかったことにして次に行くぞ。パンダ君はマキさんの枝毛探しだったね。いくら。うん、マキが寝てる間に枝毛を探してこっそり咲いてるんで、これが楽しいんだよ。咲けるチーズを咲いてる気分で。全然気づかなかったんだが、今度から抜いておいてくれよ。売ってもいいのか？いいけど、誰に売るんだよ。そりゃ、視聴者プレゼントだな。いや、私の髪の毛なんて誰も欲しがらねえだろ。え？少なくとも僕は欲しいけどな。よし、聞かなかったことにして次な。トゲは膝かくんだったな。シャケ。あのな、お前が楽しくても膝かっくんされる側の私らは楽しくねえよ。毎回びっくりするよね。まあ俺はトゲの膝ごときじゃかっくんされないけどな。最後はユータだけど、部屋の片付けか。普通だな。シャケ。次行こうぜ。なんで？もっと触れてよ。あのなあユータ、わからねえのか？これはどれだけ面白い回答ができるかの勝負なんだよ。今知ったよ。ってことで気を張ってけよ。はい。次の質問だが、似たような質問がいくつかあったからまとめて紹介するぞ。 K 様、 T 様、 A 様、 Y 様からの質問だ。お互いの第一印象と、サトルの第一印象は？第一印象か、あんまり覚えてねえけど。じゃあ最初マキからな。スジコ。怖い。怖い。怖い多すぎるだろ。だって怖かったんだもん。シャケ、僕も教室入った途端に台頭向けられたから。そういえばそうだったな。次、トゲの第一印象ね。小さい。
小さいな。怖い。おかか。だって小さいんだもん。ひねりつぶせそうだなって思った。怖えなお前。ゆうたはまた怖いかよ。うん、実は最初の方はずっと犬巻くんのことが怖かったんだよね。今はそんなことないけど。いや、次は俺の第一印象だな。パンダ。スジコ、パンダ。ああ、なんとなく想像してたけど、もう少しないのかよ。ゆうたに関しては怖いで統一しろよな。いや、パンダくんだけは怖いよりもパンダの印象が強くて。そりゃ転校した学校にパンダがいたらビビるわ。で、次はユウタの第一印象だが。弱々もやし。ツナマヨ。へにょへにょ。なんか悪口しかなかったような。だって最初の頃のお前常にビクビクしてたし。そうそう、スジコ。それは今も変わらないけどな。ま、そこがユウタのいいところでもあるけど。さーて、最後はサトルの第一印象だったな。電柱。明太子。クソガキ。あと適当な人。へえ、まずマキ、電柱ってなんだ。バカみたいに身長が高いから電柱みたいだなって。雑だな。犬巻くんは中二病。ま、あの包帯だからな。私も最初はちょっと痛い人間かと。鮭。パンダくんはクソガキって言ってたけど。ええ、俺は生まれてからずっと高専にいるから、サトルとは付き合いが長いんだけど、俺が小さい時、あいつに散々遊ばれたからな。第一印象はクソガキだ。なるほどな。ユウタの適当な人ってのは、その通り、としか言えん。お便りありがとうございました。さて、次は F 様からの質問だ。シャケ。もし過去の自分と出会ったら何を伝えたいですか？これ、過去っていつでもいいのか？いいんじゃない？じゃあ、昨日の私に、金曜ロードショー、録画しとけ。3ヶ月前の俺に、お前が今好きな女優、不倫するぞ。明太子。2年前の僕に、いい友達ができるから大丈夫だよ。おい、じゃあマキからな。昨日って、ずいぶん近い過去だけど、金曜ロードショーの録画忘れたの？そうなんだよ。昨日は私の好きなトロをやってたのに。それなら、僕の部屋のテレビで録画したけど、後で見に来る。マジか、ユータ、お前天才。シャケ。トロかよ。キャラがかぶる。1ミリもかぶってねえよ。さて、次はパンダだが。過去の自分にその時好きな女優さんの不倫情報を言っちゃうの？おかか。いや、むしろ興奮する。キモいわ。おかか。次は犬巻くんだね。ビットコイン買っとけか。確かに10年前から買っとけば今頃得したんだろうけど、10年前ってまだガキだろ。確かに。最後の言うたのは、いい友達ができるから大丈夫だよか。相変わらず俺たち大好きだな。もちろん。ということで次の質問だ。次は S 様と R 様から似た質問が来てるんだが、片方がマキに名指しできてるので代表して答えてもらうぞ。私だよ。やんのかよ。なんで喧嘩腰なの。おすすめの筋トレ方法を教えてほしい。筋トレ方法か。そうだな。背中にパンダを乗せて腕立て伏せ。よくやってるよね。俺を重り代わりにするなよな。あとは馬車引きのバイト。馬車引きって、観光地とかにいる人力車のこと。確かにあれは筋トレになりそうだよな。いや、そうじゃなくて馬車引きだよ。馬ごと馬車を引っ張るんだ。おかか。馬車を引いてる馬ごと引っ張るんだよ。よくあんだろ。ええよ、そんなもん。そんなバイトどこでやってんだよ。普通に馬に引かせなよ。ってことで参考になったかは言わずもがなだけど、次の質問に行くぞ。次は T 様からの質問。好きな人とデートするならどこがいいか。山登り。動物園。スジコ。英語かな。明太子。マキと山登りデートとか絶対嫌なんだが。絶対スパルタじゃん。お前とは絶対にないから安心しろよ。ちなみにお泊まりデートありだ。お泊まり。ユウタ落ち着け。つまめよ。トゲも落ち着け。何勘違いしてんだ。お泊まりデートってのはな、数日かけての富士山登頂デートに決まってんだろ。色気なさすぎだろ。
がっかりだわ。パンダ君は動物園だったね。お前普通に捕まるぞ。しゃけ、犬巻君は猫カフェだったね。あざといわ。こいつ分かってるわ。すごい似合いそうだね。で、ユータは映画だな。無難だな。しゃけ、つまらん。大喜利じゃないんだよね。普通に答えていいんだよね。さて、次は N 様からの質問。また巻きに名指しできてるぞ。かかってこいよ。だからなんで喧嘩腰なの。巻きの胸のサイズは。よし、次の質問に行くぞ。おいおい、待て待て。おかか、え、どうしたの。どんな質問だったの。ほら、最後まで言わないとわからないって。うるせえ。どうせろくでもない質問だろ。質問を読み上げます。マキの胸のサイズを教えてください。答えるわけねえだろ。これは…つーかパンダ、てめえどんな質問を採用してやがる。だってさ、誰だこんな質問を送ってきたやつは。イニシャルじゃなくて名前を出せぐらい。やめろやめろ、怖がっちゃうから。ピーオンかぶせればいいだろ。出てくいや。おそらく理由はあるだろうってことで、次の質問に行きます。勝手に答えてんじゃねえ。次はトゲ名指しの質問が来てるぞ。シャケ、エル様からの質問。最近マキさんとはどうですか。すな、なんだよこの質問。あらあら、どうなんだ。いや、意味わからねえよ。どういう意図の質問なのかな。明太子。なるほど、尻に敷かれていると。意味合いがちげえよ。さっきからやけに答えにくい質問が増えてるな。まあ、この辺りは深掘りせずに次の質問に行くぞ。 N 様から。マーキーへ質問。ユータとトゲ付き合うならどっち。はあ、これは答えにくそうな。そもそもなんで二択なんだよ。そりゃどっちかだろうって思われてるからじゃないのか。なんで。このチャンネル主が匂わせぶりな動画ばっかり上げるからだな。よし、わかった。結局すべて悪いのはチャンネル主ってわけだ。出てこいや。何するつもり。マキにではなくて、トゲにもこんな質問が来てるぞ。 N 様からの質問。おっかつとマキがいい雰囲気になったら呪言でやっちゃいますか。やるって何よ。またなんかわけわかんねえ質問を送りやがってなあトゲ。なんで黙ってんだよ。意味深だからやめろよ。俺も気になるな。妙な質問ばかり送りやがって。覚えてろよ、今日枕元に立ってやる。まあ落ち着けマキ、実は似たような質問はいろんな方から来てるんだよ。あ、R 様からのマキへ質問。高専男子メンバーの中で誰が一番タイプですか。確信をついてこようとするんじゃねえ。もうこの際はっきりさせておこうぜ。はっきりって。マキが好きなのは誰なのかをだよ。はあ、ほらユータとトゲも気になるよな。まあ明太子。別に今まではぐらかしてきたんだからこのままでいいだろ。まあ、あくまでこのチャンネルは創作だからな。ここでマキが誰々が好きって言っても原作とは全く関係ないってことは前置きしておくぞ。鮭ってことで、あくまでジュジュモシの話だ。誰が好きなんだ。だから言わねえっつってんだろ。トゲマキ派とユタマキ派がこれ以上モヤモヤしないためにもはっきりしろよ。そんな派閥あるの。どっちを選べって言われても。これじゃラチが開かないな。でも何も答えないままじゃ視聴者さんにも納得してもらえないだろうし。よし、わかった。ここは俺が助け船を出そう。ああ、間を取ってパン巻きにしておこうぜ。お前とのカップリングなんて死んでもごめんだわ。なんでだよ、せっかく助けてやろうとしたのに。ちょうどこんな質問が来てるじゃねえか。 T 様から私に質問だ。野原はマキのことが好きらしいが、野原のことはどう思っているのかってことで、トゲ巻きでもユタ巻きでももちろんパン巻きでもなく、これからの時代はノバ巻きだ。それ好きの意味が違うじゃん。ってことでこの話は終わり。お、もう時間も来たみたいだし、これにてこのクソ企画は終わり。勝手に終わらせるなよ。シャケ、終わりまであと3、2。ああ、
次回があったら絶対に聞き出すから、またよろしくな、視聴者のみんな。はい、解散。その後、半ば強制的に終わらせたこの企画だが、お前らそんなに私の好きな人が気になるのか。ま、今までにどっちとも撮れる動画をたくさん上げてきたからな。モヤモヤしてるみんなには申し訳ないが、自分の好きなカップリングじゃなくても今日はこういう組み合わせなんだって理解してくれたらありがたいよ。これからもいろんな動画を上げていくから、リクエストでも今日みたいな質問でもたくさんコメントしてくれよな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ、他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。